日本東京都北区十条中原十条中原は東京都北区の町名。現行行政地名は十条中原一丁目から十条中原指定名。全域が住居表示実施済み区域である。郵便番号は114-0031。東京都北区の中央部に位置し、王子地,地区内に属する。講義の十条地区の北部にあたる。東は中十条。 南、西は、上十条、北は、赤羽西と接する。JR 埼京線十条駅、赤羽駅間の線路の西側に広がる住宅街である。十条中原二丁目と十条中原三丁目の間を買う七通りが通過している。十条、中原指定目の線路沿いには、国鉄の感謝跡地に整備された清水坂公園がある。 1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1889年の町村制執行時点では、大部分が北豊島郡王子村大麻城十条であった。王子町は1932年に東京市へ編入され、王子区へ移行し、大麻城十条は上十条町となる。1939年に、 町名整理によりへ十条町の一部が十条、中原はじめ四丁目となった。1947年に、大塾は、滝野川区と合併式宅が成立。その後1967年に住居表示により、十条中原1.3、四丁目の全域及び、十条中原二丁目の一部が新たな十条、中原はじめ四丁目となり、現在に至っている。中原は、 大技上十条時代の小技に由来し、1939年に上十条町から分離する際に採用された。十条大地の野原の中央という意味。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。館七通り上に十条中原二丁目バス停があり。 以下の系統が通過する。ありがとうございます。